なことですね。何言ってんだっていう感じの人間くんもいると思うので、ご説明させていただきますと、白育より、新年0秒で、新年明けた0秒で、ポンをかましました。こちらです。はい。なんか、ものすごいリツイート数を誇っていたので、ご覧になった方もいるのでは。でも、ご覧になった上で、気づいていない人間くんもいるのではと思うのですが、こちらですね、行くほろ来るほろでのカウントダウンもしながら、公式配信にも出演しながら、あ、午前0時0秒で、0分0秒でツイートしたいと思って急いで作った新年明けおめツイート、ハッピーニューイエーイハッピーニューイエーイとツイートしておりました。こちら、わざとでも何でもありません。1秒で作ったツイートです。これ、ほぼ1秒で作ったんでね。あ、やばい。もう、年明けちゃう。ジャンプもしなきゃ。公式配信での、明けおめも言わなきゃ。でも、ツイートもしなきゃ。打つ。ダンって打ったツイートでございました。こちらですね。なんか、すごいいっぱいリツイートいただきまして。ありがとうございます。ありがとうなの?これがですね、皆さんから、サンシャインこよりと呼ばれていたり、そこから、ヘイヘヘイタンバリンクラブこよりのイエイはサンシャインという言葉も生まれたりなどしておりまして、今年はですね、もうこのイエイにあやかって、2022年、サンシャインが光っている小よりとして生きていきたいと思っておりますので、皆さん、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは。